タゴボウは中華人民共和国上海市の新興北の南はタイヤス市時、北は建国西時、東は思え南路、西は随金二祖寺に囲まれた地域に位置するアートスポット、ショッピンググルメエリア、太航路とも言う。上海市民は太航路と呼ぶことの方が多い。日本のガイドブックや報道ではタゴボウと呼んでいることもある。 狭く迷路のような路地に様々なアートショップや外国料理店、ブティックや小物店などが密集している。外国人観光客も多く、レストランは中国料理以外の各国料理店も多い。店のオーナーも外国人が多く、日本人が経営する店も存在する。現在は四円や新天地に次ぐ上海の観光ショッピングエリアとなっているが、 大資本が街を完全に改造した新天地と異なり、タゴボウは住宅だった場所に自然発生的に店が増えて現在の姿になっているのが最大の相違点である。もともとは画家、彫刻家の陳逸日が1999年にアトリエを開いたのがショッピングエリアとしてのタゴボウの始まりとされる。それを機に他の芸術家も当地にアトリエを次々と開き、それらを訪れる。 人々目当てに店舗、レストラン、バーなどが増えていった。未開発の路地がそのままショッピングエリアとなったために迷路のように店舗群が入り組み探検気分の味わえるエリアでもある。また、エリアは今でも拡大しつつある。現在でも店舗に隣接して住宅が混在し、対抗路に面して古いスタイルの市場が残るなど、一般市民の生活が垣間見える地域でもある。ただ、 対鼓路の南側は地下鉄9号線の開通に伴う再開発により日月光中心広場という巨大な台湾系のショッピングセンターが2010年9月に開業し周囲の雰囲気は変わりつつある。上海地下鉄9号線の田浦橋駅から北へ徒歩約5分。実月光中心広場の北側。田浦橋駅1号出口を出ると目の前が対鼓路である。 タクシーで向かう場合、対向路の方が通じやすい。ありがとうございます。